はい、今回の動画はですね、Nゲージ不動産開発物語第2章、歩道と信号機の敷設です。まあその前にですね、まあこのね、併用軌道ね、試運転一回してみたんですけどもね、まあ結構その車両がですね、道路に引っかかったりとかしてうまく走れなかったんで、とりあえずですね、この線路周りちょっと補修するとこもやりたいと思います。というわけですね、まずはじめにですね、歩道と信号機を敷設する前にですね、ちょっとこの併用軌道をちょっと修復したいと思います。というわけでね、まあ早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、まあやっていくんですけども、まあ、今回どこを修復するかっていうとですね、この併用軌道のね、まあここら辺がちょっとシールなんですね。で、このシールがですね、若干レールよりね、まあ1ミリもないと思うんですけど、1ミリぐらい高いんですよね。で、それがね、なんか車両に引っかかるみたいなんで、ここをとりあえずカッターでカットしてですね、もうちょっと深く掘り下げたいと思います。というわけでね、これでカットしていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ引っかかってる部分のですね、道路をですね、こんな感じで深く掘り下げました。反対側もですね、同じようにやっていきたいと思います。はい、次の作業はですね、さっきね、段ボールを剥がしたところにですね、まあプラ板を貼る予定なんですけどもね、まあこのまま貼るとですね、まあ白色のプラ板なんですね。なのでこの白色のプラ板にですね、まあ色をつけていきたいと思います。あとですね、まあ今回歩道も敷設するんでですね、まあ歩道用に使う木材にもですね、まあ色をつけていきたいと思います。ちなみに歩道用に使う木材はですね、バルサのね、5×10×900mm のね、木材を使用します。まあこちらもね、塗装していきたいと思います。というわけでプラ板とね、バルサ木材に塗装していきます。はい、というわけでですね、次はですね、この塗装したね、プラ板をですね、このさっき剥がしたね、段ボールの上にですね、貼っていきたいと思います。まあ、段ボールの上とかね、さっき剥がしたところに貼っていきたいと思います。というわけでですね、ボンドで取り付けていきたいと思います。はい。で、なんかね、同じ塗料を使ったはずなんですけどね、若干ね、色は変わっちゃってますね。まあでも、道路って結構その、場所によってなんか、色が違ったりするんでね、まあそんなに気にすることじゃないのかなと思います。なんか結構道路の、色って場所によって工事の期間とかによってバラバラだったりするんで、それはそれでなんか雰囲気が出るからいいかなと思いますね。よいしょと。はい。んで、ここに取り付けていきます。はい、というわけですね、線路の補線作業が終わったのでですね、次はですね、歩道を敷設していきたいと思います。で、次にやる作業はですね、まあさっきね、この、線路脇の、このなんか、プラ板と一緒にですね、まあ塗装した木材をですね、まあ歩道として、まあ使うんですね。で、この木材をですね、ちょうどいい長さにですね、まあカットしていく作業を次はやりたいと思います。はい。でね、まあこっからまあここの長さにね、まあ合うようにですね、カットしていきたいと思います。というわけでね、まあカットしていきたいと思います。はい、というわけでですね、木材をですね、まあ、適当な長さにカットしたんでですね、次はですね、印刷したね、歩道のシールをですね、この木材に貼っていきたいと思います。というわけでですね、この歩道に、シールを貼っていきたいと思います。というわけでね、このシールをカットしていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、こんな感じでですね、木材の上にですね、歩道のシールを貼りました。こんな感じでございます。はい。こんな感じでですね、シールを貼ったらですね、次はですね、この土台にですね、この歩道を貼り付けていきたいと思います。というわけでですね、ボンドで貼り付けていきたいと思います。はい、というわけでですね、歩道の敷設が終わりました。こんな感じでございます。ちょっとね、道路がね、まあ段ボールで作ってしまったんで、ベコベコしてるんですけども、まあちょっとね、低コストで作ったんで仕方ないですね。はい、まあちょっとね、あんまり金かけて作るほどね、まあ予算ないんで、まあちょっと仕方ないですね。はい。まあ、所詮おもちゃやクオリティなんでお許しくださいって感じです。というわけでですね、まあ残りのね、まあこの辺の道路もですね、歩道を敷設していきたいと思います。というわけでね、歩道を敷設するシーンのね、まあカットを入れたいと思います。というかね、歩道を敷設するシーンをカットしたいと思います。はい、というわけでですね、歩道の設置が完了しました。こんな感じでございます。はい。まあね、多少なんかベコベコしちゃってたりするんですけども、まあ大丈夫でしょうね。はい。まあ、所詮おもちゃやクオリティでね、予算あんまかけらんないんでしょうがないですね。はい。で、次はですね、信号機をですね、
まあ、設置していきたいなと思います。というわけでですね、まあ、信号機を作るためにですね、シールを印刷してきました。こんな感じでございます。まあ、これをですね、0.5 ミリプラ板に貼ってですね、まあ、信号機を作っていきたいと思います。まあ、最近ね、コイトの低コスト信号機っていうのがね、まあ、あるんですけど、まあ、それっていうのはなんかほぼね、なんかペラペラしててね、なんか。別にプラ板にシール貼るだけでそれっぽいの作れそうだなと思ったんでね。まあ、なんかいちいち立体的に作んなくてもいいかなと思ってね、シールにしました。というわけでね、作っていきたいと思います。それではですね、このシールを切ってですね、0.5 ミリプラ板にね、貼っていきたいと思います。はい。で、こうしてですね、プラ板に、貼り付ける感じですね。はい、というわけでですね、こんな感じで信号機がね、できましたね。はい。で、なんかもうペラペラなんで、なんか結構チャッチーですけどね。まあ、こんな感じでプラ板にね、まあ、シールを貼っただけっていうね、まあ、信号機ができましたね。はい、というわけでですね、プラ板にシールを貼ってですね、信号機が完成しました。こんな感じでございます。まあすげえね、シール貼っただけなんでチャッチいんですけどね。一応サイズはですね、150分1サイズに合わせてですね、6.6 ミリでね、まあ、作ってますね。これ、こっからここまで 6.6 ミリですね。はい。まあ、信号機ってだいたい1メートルぐらいあるんでね、まあ、150分の1の長さにするとだいたいそのぐらいかなと思ったんで、そのぐらいにしましたね。次はですね、さっきね、作った信号機をですね、電柱に取り付けていきたいと思います。まあ、正確に言うと信号柱とか言ったりするらしいんですけどね。で、今回ね、まあ、信号柱の材料に使うのはですね、このタミヤのね、1ミリ丸棒ですね。はい、こちらを使用していきたいと思います。それではね、やっていきたいと思います。はい。で、1ミリ丸棒にですね、このタミヤセメントっていう、まあ、この、プラ板用の接着剤ですね。まあ、こちらを塗っていくとですね、塗るとですね、まあ、くっつけることができるんですね。それではね、やっていきたいと思います。はい。でね、まずアームにね、信号機を固定していきます。はい、どうですかね。こんな感じでね、アームに信号機を取り付けてみました。こんな感じですね。ちょっと、あれ、小さすぎてピントが合わないですね。こんな感じでございます。まあ、こんな感じでね、アームに信号機を取り付けました。で、続いてこのアーム長すぎるんでね、まあ、お好みの長さにですね、まあ、アームをカットしていきます。まあ、だいたいこのくらいの長さでいいかな。はい。パチンとね、あ、ちょっと長すぎるか、これじゃ長すぎるか。一応ね、路面電車の信号機もね、つけようかなと思ってるんで、ちょっと長めにしておきます。まあ、このぐらいでいいかな。まあ、ちょっと長いか、これでも。こんぐらいかな。はい、こんぐらいの長さでいいかな。はい。まあ、ちょうどいい長さにね、アームを切りましたね。で、そしたらですね、こっちにですね、ここにもですね、接着剤をつけますね。この先っちょに接着剤を塗ってですね、で、この1ミリ丸棒、さっきのやつですね、これに固定していきます。はい、というわけでですね、信号柱にですね、アームを固定しました。こんな感じでございます。ものすごいね、簡単に作れましたね。というわけでですね、まあ、信号柱をね、ちょうどいい高さにね、まあ、カットしていきたいと思います。はい、まあ、高さとか長さにカットしていきます。今調べたらですね、まあ、だいたい信号機の設置されている高さは5メートル前後だそうなんで、5000ミリ割る、150をやったらですね、まあ、33.33 ミリっていうのが出たんで、だいたい35ミリぐらいのね、長さにね、この信号柱をね、カットしていきたいと思います。まあ、大体この辺ですかね。はい。まあ、大体35ミリぐらいのね、長さに、電信柱というかね、信号柱をカットしました。こんな感じですね。もうこれで大体完成ですね。はい。あとですね、ちょっと物足りなかったんでですね、路面電車用の信号機とですね、地名板を取り付けてみました。はい。交差点名はですね、高知県にあるね、まあ、ダイヤモンドクラスとかで有名な交差点なんですけど、針山橋交差点をパクってですね、針山橋交差点っていうね、まあ、駅名表じゃなくて、地名板を取り付けてみました。はい。まあ、ちなみにこの交差点にはダイヤモンドクラスはありません。ちょっと申し訳ないですね。というわけでですね、この信号機を早速ですね、この辺りに取り付けていこうかなと思います。というわけでですね、歩道にね、ピンバイスで穴を開けたいと思います。はい、というわけでですね、この辺りに穴を開けてですね、信号機を設置していきたいと思います。はい。これ1ミリのピンバイスですね、今使ってるものは。これで今穴を開けております。はい、というわけでですね、さっきね、1ミリのピンバイスでですね、まあ、歩道に穴を開けたのでですね、次はですね、信号機をですね、この穴にはめてですね、設置していきたいと思います。はい。それではね、設置していきます。はい、こんな感じでね、設置が終わりました。結構簡単にね、信号機作れましたね。まあ、この信号機作るのに多分ね、10円もかかってないと思うんですね。めちゃめちゃ低コストでね、信号機作れましたね。次はですね、歩行者用信号をね、作っていきたいと思います。まあ、歩行者用信号もですね、このシールをですね、まあ、カットしてですね、まあ、プラ板に貼り付けてね、まあ、同様に作っていきたいと思います。というわけでね、まあ、まず、シールをカットしてプラ板に貼っていきたいと思います。はい、というわけでですね、
プラ板にシールを貼ってね、カットしたものがこちらです。こんな感じで歩行者信号機の陶器は完成しました。次はですね、信号柱にですね、この信号機陶器をですね、取り付けていきたいと思います。というわけでね、まあ、さっきと同じ感じで接着剤で取り付けていきます。はい、というわけでですね、信号陶器をですね、1ミリプラ棒に取り付けました。こんな感じでございます。こういう感じでね、地面からね、こんな感じで歩行者信号が生えてるみたいな感じの信号機って実際にあるんでね、まあそれを今回再現してみました。というわけでですね、まあ歩道にですね、また再び穴を開けてですね、この歩行者陶器を取り付けていきたいと思います。はい、というわけですね。歩行者陶器もこんな感じで取り付けが終わりました。というわけですね。残りのね、まあ、この辺にもですね、信号機を取り付けていきたいと思います。というわけですね。信号機を作って取り付けていきます。はい、というわけでですね。信号機の設置がすべて終わりました。こんな感じでございます。はい。ちゃんと針山橋って書いてありますね。で、歩行者もね、ちゃんと設置しました。ただですね、ここにもね、まあ、信号機本来設置しなければならないんですけどね、まあ、道路と歩道がないんでですね、まあ、ここの道路と歩道をですね、まあ、敷設するついでにですね、まあ、いずれ信号機も取り付けていく予定でございます。はい。なかなかね、やっぱ信号機つけるとね、雰囲気変わりますね。はい。で、ちゃんとね、路面電車用のですね、黄色のね、矢印信号もついております。路面電車の信号はですね、まあ、青とか赤じゃなくて黄色の矢印なんですよね。はい、というわけでですね、以上ね、Nゲージ不動産開発物語第2章、歩道と信号機の設置でした。ご視聴ありがとうございました。次はですね、まあ、標識つけたりとか、まあ、路面電車の停留所設置したりとかね、まあ、コンビニとか建てたりとかしていきたいなと思います。というわけでね、まあ、ご視聴ありがとうございました。